調布音楽祭エグゼクティブプロデューサーの鈴木さんにお話を伺ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは調布音楽祭についてその概要を教えていただけますか。はい、調布音楽祭は、調布駅のすぐそばにあります調布市グリーンホールと、調布市文化会館田作りを、メイン会場にしまして、今年は深大寺も加えて、調布のさまざまな場所で、音楽の演奏会、それからいろんなイベントが開かれます。今年で生まれ変わって3年目になります。どういったコンセプトで開かれている音楽会なんでしょうか。はい、調布音楽祭はですね、調布から世界へ音楽を発信していこうと、そして世界中から調布に来てもらおうという、ちょっと壮大なんですけれども、はい、そういう、夢を持って、こう1年の間の、調布に音楽が集まる、調布中学校音楽にこうオレンジ色のロゴの色に染まるような、はい、そういうイメージで、やってまして、今年もですね、バッハコレギウムジャパンという、世界的にも活躍しているバッハの演奏グループがあるんですけれども、その演奏を中心として、著名なゲストをたくさんお招きして、はい、また無料公演も数々、ご用意しております。はい、ちなみに今年の音楽祭の目玉は何でしょうか。はい、目玉はですね、はい、なんといってもチャイコフスキーの交響曲ですね。はい、これを本場ロシアのオーケストラをお招きして、ミハイル・プレトニョフさんという、大巨匠のピアニスト、彼が指揮を振りまして、はい、シンフォニーを演奏していただいて、それはグリーンホールで6月27日に開かれるんですけれども、はい、でしかもですね、このプレトニョフさんは非常に、高名なピアニストであり指揮者であるんですけれども、めったに両方を一緒にはしてくださらない方なんですが、今回は特別にモーツァルトのピアノ協奏曲を自ら弾いて、でその後にチャイコフスキーのシンフォニーを指揮してくださるというのをまたとない、きっと調布に来ていただけるのは最初で最後かもしれないという、機会が、今回の目玉ですね。なかなか見られない演奏が調布で見られるわけですね。はい、まさにその通りです。はい、そしてもう一つの目玉は先ほど少しお話にも出ましたが、そうですね、バッハコレギウムジャパンは毎年、言ってみればホストの、音楽団体として、器楽の、インストゥルメンタルのですね、音楽会を開いていますけれども、今年は、かの有名なヴィヴァルディの四季を取り上げます。で、ヴィヴァルディの四季に、たくさんの、コンチェルトですね。コンチェルトっていうのはソリストがこう華麗な技術をバイオリンで難しい音響を弾いたり、非常に華やかで聞き応えのある、音楽を、取り揃えて、こちらは6月28日日曜日の夕方5時からです。はい、こちらもぜひ生で見ていただきたいですね。はい、でその他にも無料公演、さらにはキッズ公演もあるということですが、はい、そうですね、調布音楽祭はその音楽会を開催するだけでなくて、もう本当に気軽に音楽を肌で感じていただきたいと思いまして、それは小さい子が入れない演奏会ももちろんあるんですけれども、0歳から入れるキッズ公演というのを2つ用意しています。お子さんもこういった公演に参加することでより音楽を好きになるきっかけにもなりますよね。はい、そうですね、私の目で見ている限りは間違いなくみんな音楽を好きになって帰ってくれてるなという感じがしました。はい、そして、入場無料の公演もたくさんあるんですけれども、はい、私自身も6月25日の木曜日に、プロデューサーズプレコンサートといいまして、私は演奏家でもありながら音楽祭をプロデュースさせていただいているんですけれども、もう一人の仲間のピアニストの森下優衣さんと一緒に、チャイコフスキーのシンフォニー、ロシアナショナル管弦楽団を歓迎する意味も込めて、はい、連弾で演奏いたします。はい、また、27と28の、土曜日日曜日は朝から晩まで、田作りのエントランスですね、入ったところの天井の高い吹き抜けのところで、一日中コンサートが開かれていまして、さらに奥に進んだ紫ホールのところをですね、ミュージックカフェと名付けまして、そこでは東邦学園の生徒さんが、演奏会を自らプロデュースして、しかもそこで飲み物や食べ物を持ってきてもいいし、買うこともできて、ピクニック気分で、音楽を楽しんでもらうと、去年や一昨年ですとね、そういう休み時間はもう本当にピクニックのようなんですけれども、ひとたび演奏が始まるともうあまりのその真剣な演奏にこう皆さんも引き込まれるように聞いてらっしゃいました。今年は実はもう売り切れてしまったんですけれども、深大寺でも、深大寺でも、演奏会が開かれまして、普段は入れない深大寺の本堂に、入って音楽を聴けるという、
そういう企画もございます。はい、もう盛りだくさんなんですが、はい、この音楽祭のチケットはどちらで購入できるんでしょうか。はい、音楽祭のチケットはですね、まずは、公益財団法人調布市文化コミュニティ振興財団の、カウンターですね、グリーンホールとそれから田作りにそれぞれございます。あとはインターネット予約もございます。はい、それから調布パルコのサービスカウンターでも、購入いただけます。はい、あと一点ぜひ強調しておきたいのが、アンダー22割引がありまして、はい、22歳以下はなんと3割引で、はい、全公演お得ですね。はい、まあ、完全にお得です。はい、私はちょっと過ぎてしまったので残念ですけれども、ちょっとじゃないか。もっとこの音楽祭について情報を知りたいという方はどうしたらいいでしょうか。はい、それはですね、こちらに出ています、ウェブサイト、また、音楽祭のツイッターやフェイスブック、LINE もございますので、ぜひそちらをご覧ください。はい、それでは最後に市民の皆さんにこの音楽祭について一言お願いします。はい、今年はですね、音楽祭も3年目を迎えまして、まあ、いよいよ成熟していきたいなというところで、なんとロシアからロシアナショナル管弦楽団と、巨匠のミハイル・プレトニョフさんをお招きすることができました。私としてはもうこのロシアからの、まあ、総勢100名近いゲストをですね、ぜひ調布の皆さん、一緒にお迎えして、はい、その音楽に浸って幸せな週末を送りたいなと思いますので、はい、ぜひ、会場に足を運びいただければ幸いです。はい、ぜひご参加ください。調布音楽祭エグゼクティブプロデューサーの鈴木さんにお話を伺いました。はい、ありがとうございました。